3分でわかるわけねえだろ、長編動画作れ的なグロースドイッチュランド装甲敵団兵士団解説ハッチマールよ。名前を直訳すると大ドイツ師団。うん。この師団もハーゲイ師団同様途中で改編されたので改編後の43年5月からの解説になる。さて名称こそ装甲敵団兵士団の当師団だが、本来の編成では1個戦車大隊が配属されるところ、この師団は1個連隊3個大隊が配属された。さらに歩兵連隊には兵員輸送車が十分あり、砲兵連隊には各種大口径砲と自走砲が配備され、装甲車両の数は通常の装甲師団のそれを優に超えていた。その上師団長から各連隊長まで歴戦の精鋭揃い、改編時点の師団長は第11装甲師団を指揮していたあのヘルマン、バルクである。なんやこの中途。師団は7月にクルスクの戦いに参加、活躍はしたが戦況が悪化し作戦は中止。その後第4次ハリコフ攻防戦にも参加、戦況が悪化したため師団は各地で火消しとして突破したソ連軍を叩いて回ることになる。多くの損害を出すが前線し戦線の安定化に貢献、44年1月にはコルスン包囲戦に参加し友軍を救出する。44年3月までに装甲連隊の編成が完了、第1大隊がパンター、第2大隊が4号、第3大隊がティーガーで構成され、おまけに突撃砲大隊も師団に配属されており、装甲連隊の連隊長はあのラングカイトである。向かうところ敵なしとなった師団はルーマニア方面に配属され、4月から始まったソ連軍の攻勢を撃退し血祭りに挙げる。国防軍報告によると一連の戦闘で戦車386両、火砲92門、航空機100機を破壊、このうち師団は戦車150両の撃破を主張。誇張が含まれると考えられるが事実この方面でのソ連軍の活動は同年8月まで停止することになる。ルーマニアでの戦闘後、師団は息をつく暇もなく東プロイセンに送られる。師団が南で前線する一方、中央軍集団は壊滅しており急遽師団が投入された形になる。師団はここでも前線したが多勢に無勢、じりじりと西兵をされる。さらに配下の部隊は他師団に引き抜かれ、戦力低下に拍車をかける。45年、師団は引き続き東プロイセンの防衛に従事、だが3月にはバルト海にまで追い詰められ、包囲下のケーニヒスベルクへの突破攻撃も失敗。回路でケーニヒスベルクまで脱出し、防衛に参加するが陥落間近になるとヘラ半島に撤退。ここで民間人の保護を主に最後まで戦い続け、ドイツの無条件降伏の直前に約1000名が脱出したのみであり、兵員の大半がソ連に降伏、その多くが戻らぬ人になった。対戦を通して師団は精鋭師団として東部戦線を駆け回り、装備も優先的に支給され、最盛期には装甲車両を400両以上所有していたが、45年3月時点で師団の兵力は4000名前後、戦車13両にまで消耗。もはやそこにはかつての面影もなかったが、最後のひと時まで奮戦しその歴史を終えた。終わり、平定。